ケスティアー、ディオーネー、アプロディテーディオーネーはギリシア神話に登場する女神である。長母音を省略してディオネとも表記される。主にの二柱が知られている。ディオーネーという名前は明らかにイン語語に由来し、ゼウスの女性系であるため、古くは天空の女神であったと推測される。以下に説明する。このディオーネーはウーラノスとガイアの娘で、 ティーターンの一柱である。一説によると、ティーターンは14人おり、ディオーネーはポルキースと共にティーターンに加えられている。しかしオケアノスの娘とも、ネーレウスの娘とも言われ、ゼウスとの間にアプロディーテを設けたとされる。神話によると、ディオーネーは、レアー、テミス、アムピトリーテイと共に、レートウのアポローン出産に立ち会った。 またトロイア戦争で、娘のアプロディーテーがディオメーデースに傷つけられたとき、ディオーネーはアプロディーテーを慰め、アレースがアローアダイに苦しめられた話や、ヘーラーやハーデースがヘーラクレースに傷つけられた話を語った。エーペーロスの堂々なの神託書では、ディオーネーはゼウスと共に祭祀され、ディオーネーの女祭祀たちとゼウスの祭祀たちが神託を司った。 ここにはゼウスに捧げられた一本の歌詞があり、ディオーネーの女祭司は歌詞の葉が揺れるのを見て信託を下したとされる。ちなみに、堂々なの信託の記述はすでにオデュッセイアに見られる。また堂々なの発掘によって、人々がディオーネーとゼウスへの質問を鉛片に刻んで信託を伺ったことも判明している。このディオーネーはアトラスの娘でタンタロスとの間に、 ペロプス、ニオベイを生んだという、ありがとうございます。